エリザベス・ギャスケルエリザベス・ギャスケルは、イギリスの小説家。1810年、ユニテリアン派の元牧師の末娘、エリザベス・スティーブンソンとして、ロンドンのチェルシーで生まれた。1歳で母を亡くすと、マンチェスター南港の田舎町、ナッツフォードに住む、母方のおばに引き取られた。父の再婚によって生じたまま母やイボテイマイとの、気まずい関係や、 ただ一人の兄や父を相次いで亡くす不幸に苦しむことはあったが、害して平穏な幼少、青年期であった。21歳で父と同じ宗派の牧師、ウィリアム・ギャスケルと結婚して、マンチェスターに移り住むと、良き妻良き母として、家庭を支えた。いつもにこやかで穏やかでいらっしゃるから、周りにいる者は皆性格の一番良い面が出てしまう、とは、夫の生徒による夫人の印象である。 34歳の時授かった長男を9ヶ月で病死させることがなかったら、作家エリザベス・ヤスケルが誕生することはなかっただろう。悲しみを癒やすために書いたメアリ・バートンが出版4ヶ月にしてサンスリが出るほどの好評を博したのである。彼女は一躍分断に認められ、以降、英文学史に名を残す作家たちと交わることになる。あなたの創作力は、 少なくとも戦火強は続くに違いないと書いて、彼女をシェイヘラザードに例えたチャールズ・ディケンズ。互いの人格と文学を尊敬し合い、自宅を訪ね合ったシャーロット・ブロンデ。そして、私の人生観や芸術観は、メアリ・リバートンの作者のそれと似た部分があると告白したジョージ・エリオット、とうとう。聡明で善良な性格であったギャスケルは、 ディケンズのような個性の強烈さには欠けたが、善意を持って社会問題を捉え、ペーソスとユーモアに満ちた文体によって、特に中流階級の読者を強化することができた。ジョルジュ・サンドは、ギャスケル夫人の作品を読めば、それだけいい人間になることができると言っている。ギャスケルは、その後17年間に、長編小説、ルース、北と南、シルビアの恋人たちをはじめ、 クランフォード、10枚、フィリスなどを含む約42を呼ぶ中、短編小説、および電気、シャーロット・ブロンテの生涯を表す。今日私たちが、ブロンテ姉妹を知るのは、この電気によるところが大きい。長編、妻たちと娘たちの歓声を目前に控えた1865年秋、ハンプシャーに買った別荘で急成。55年の生涯に幕を閉じた。 ありがとうございます。